どうも、脇です。サクセスやっていきます。今回も新青銅高校でセンス丸育成やっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回は初見プレイの際に使用したデッキを使っていきたいと思います。でですね、こちらのデッキに関してはまだ完成形ではございません。この野球マン雅のところが今回のバトスター報酬になっている春市ですね、別バージョンの春市になりますと前後が3枚ずつになりまして、春市がアンダ製造機どうやら獲得できるみたいなので、ここで新アンダ製造機も取れると。そしてミートの上限アップもこの野球マンと役割が同じということで、まあそれが将来的なこの青銅高校保守デッキの完成形になってくるんじゃないかなと思っております。まあただですね、ちょっとまだ春市が出てないというところで、このデッキでまあ新アンダ製造機だけ取れないというところで、まあ練習していこうというところでやっていたらですね、センス丸を引くことができましたので、今回動画を撮っていきたいなと思います。いや、これに本当に春市ってかなり、バランスの取れた編成だと思うので、ちょっとバトスター今回は頑張りたいなと思っております。またですね、ここの解放も進めていきたいなというところですね。間違いなくそのデッキが組めれば保守育成に関してはフリート高校を上回るということがもう間違いないなと思っているので、頑張って練習していきましょう。ということでセンス丸ですと、はい、アイテムも持ってきていてですね、 OK 頑張っていきましょう。で、おいいですね。まあ昨日までの動画をですね、まあ本当に初見プレイに引き続き撮ったというところで、なかなかシステムの理解も進んでいなかったんですが、ちょっとシステム理解も進んできましたので、まあ僕なりの、まあこれが合ってるとはとてもまだ思っていないんですが、僕なりのこういう風にやってますよっていう、方法がちょっと出てきましたので、そちらをご紹介しつつやっていきたいなと思います。でですね、最初は本当は奥村を置いたいんですけど、ちょっと今メンタル練習が美味しすぎたのでメンタル練習に行きました。まず奥村を置いたいというのはですね、この、あ、でも今のはメンタルでいいですね。はい。帯同しているキャラクターは必ず精神量に来るというのがまず分かっていなかったんですが、そこを、システム的に把握いたしまして、まず、これで奥村行きますね。するとですね、奥村はたった4つ。このポイント。精霊魂のポイントがたった4つで精神量のコマンドを進めることができます。そしてそこでまた精霊魂が12溜まりますので、そこをですね、まず初手の初手では、活用していきたいというところですね。はい。で今回は敏将がどうだろう、足らなくなるんじゃないかなという予想でそこにしておきます。でこれで、もう精霊魂結構溜まってるんですが、続いてやりたいのが監督を置いたいんですけど、本来ただ、誰も評価上がらないなとか思ったんですけど、これちょっと、ああ、でも4人いるから帯同が別々になりそうなのもあったんですけど、でも、いいです。というのも、今の多分、東条か監督は必ずではないですが、かなりの確率で来ると思うんですね。OK。で、一番来てほしかった監督が来ました。で、これでもう、最初の方から、投手も野手連に参加するようにしておけば、これで、結構ですね、バッテリー合同練習ですね。そこに関しては、安心できる部分があるんじゃないかなと思います。なので、ここは結構僕の中で鉄板の立ち回りになってますね。はい、合同練習。まあ、普通に経験点的にも嬉しいですし、15回やらないといけないので、監督はもう、なる早で出すということで、このように、まあ、最短3、4週間で出せるよというような感じになっています。はい。で、続いて、いいなと思うのが、そうですね、やっぱりメンタル練習かなりやるので、東条のメンタル体力回復量アップは結構いいなと思うんですよね。なので、東条とも練習したい。ただ今、東条がいないので、東条が登場していないので、他のキャラを追いましょう。やっていきましょう。で、同時に、その、落合コーチあたりも追っていきたいんですが、ただ何よりやっぱり大事になるのは、評価上げなので、ここはもう強化を取ってもいいんじゃないかなと思いました、今。で、パワーヒモナイス。ユイと奥村はコツが素晴らしいです。で、タックはどんどんもちろん進めていきますと。で、雅に関しては技術、これ、守備練行った方がいいですね。しかも、東条がいるので、ここで東条が、来てくれると素晴らしい。ただ、さっき帯同してなかったので、ここで精霊魂が止まらないのは、ちょっと、さっきの美味しくなかったですね。はい。吉川もから来る可能性あるか、でも吉川は吉川でチームメイト評価上げられるので行ってもいいかなと思うんですけど、ただあまりですね、いろいろはいけないので、なるべくコンパクトに行きたいところを考えると、ああ吉川来ちゃった。じゃあこれ金丸行ってもいいです。吉川はね微妙です、正直。
行くか行かないか。はい、うん、なのでここはもう最大値アップでいきます。8上がるっていうのは結構大きいなと思うので、そうですね、8上がり狙いましょう。あ、今の上でよかったかな。でこれで落合コーチを追えるときはどんどん追っていくので、寺道ホーム突入を持ってるのでホーム突入を気にしましょう。落合コーチの金徳が本当に早めに来てくれれば助かります。これ2人一気に進んでくれればいいんですけどね。まず寺道の筋力で、こっちは今何が来たかと言いますと、あ、盗塁アシストを持ってるのか。ミスター、ちょっと待てよ。寺道もう一回ちょっと確認しとこう。いつもフリートだと小さなことを潰すので、あ、ホーム突入も持ってるし盗塁アシストも持ってるんですね。まあでも一回割引は割引なので容赦します。でちっちゃいコツは結局全部僕大体潰してます。来たら嫌だなっていうところで、はい。で奥村に関しては今回は片連行った方がいいとのことなんで、これはやめとこう。でみゆきは筋力行きたいのでみゆきの筋力行っていいと思います。でそのまま東條が帯同してくれると嬉しい。はい、もう結構これでバックアップレベルも上げられていますね。ライター取ったので上でいいかな。で東條メンタルの回復量アップ続いていきます。 OK。 でこの辺ぐらいまでですかねが僕のその序盤で取りたいというもので、ここからはもうひたすらですね、いろんな練習でいろんなポイントがもらえるようになるシラスだったり、川上だったりというところを追っていくようにします。とりあえず今ですね初日の土深夜に動画を撮っているんですが、とりあえずそんな感じでやっていこうかなという感じですね。さあ行きましょう。まあ1日目、まあ結構もう 5,6 時間、一気にですねやっているんですが、現状だとそんな感じになるかなと。これ乗ってないんだよな、いいやつ。 OK、 上がいいやつってのはなんとなく覚えてた。でここからさ、もうあと評価を上げていくんですけど、評価もう上がってるな。となるとでも帯同もさせていきたいですからね。落合コーチも置いたいんですけど、ここ経験点いいし、もう日傘の筋力3とかもあるのでそっちにしようかな。はい、OK。 こっからもうひたすら経験点が伸びるように精神力もやっていくと。よし、佐伯のそこ行っといた方がいいっす。それで佐伯の技術かな、もう終わってバックアップレベルナイス。あとユイと奥村、終わってないのは。でこのデッキは回復が非常に多いのでそこがハマってくるとより強いというところです。まあ今ですねメンタルの回復量も上げましたし、これも強いな。こっちかな、これで。なので次はもう20貯めていきたいので、20貯まるまではあまり無視でいいと思います。もうひたすらその経験点が増えるものしか考えていないので、今割ともうフリーにサクセスはやっていく。ここからは20貯まるまでは。でセクイチ意外と2000点近く経験点出るようになってきました。最近といってもまだ 5,6 時間しかやってないんですけどね。でちなみにですね、これ初日にたくさん動画を撮ってるのちょっと理由がありまして、実はですねもうこれ多分言っても大丈夫になってるというか、ツイッターとかで先につぶやいてると思うんですが、元ヤクルトの監督の真中さんと2人で撮影をさせていただく機会がありまして、ちょっとその準備とかいろいろ撮影とかで2日間ほど動画が撮れないので、今ですね先に撮っていると。その動画もこのチャンネルで上がりますので、皆さん真中監督との動画も楽しみにしておいてください。さあ行きましょう。ということでメンタルをどんどんやっていった方がいいと思うんだな。聖堂魂もどんどん貯めていきたいということで、うん、勝ち行こう。さあこのサクセスの途中でものすごいことを告知もしていくというね。で次20貯まるんですけど、20貯まるタイミングで川上がこれで帯同してくれると技術ですね、常にもらえるようになりますので、これ川上ということでいきましょう。で寺道はもう追っているよと。
ちょっとですね、この聖堂高校に関しては考えることが多すぎて頭がこんがらがることが多いので、もうメモを取りながらやってます。完璧に。で、ゆう奥村みゆき、そこはもう終わっている。で、ここで、あー、ただしらすもいるので、さあどっちからやる方がいいんだっていうところはあるな。ただこのデッキの場合、敏捷ポイントがもうすでに3になっているっていうのもあるし、川上から先に行っとく方がなんかうまくハマってきそうな気がします。で、帯同させていきたいので、これ、あー、メンタルでいいな、いろいろ考えた時に。これはい、で、ちょっとコツも潰しつついきましょう。で、あとはもう本当にいろいろ、なんだろうな、被らないようにやっていくというか、はい、二次得も非常に多く取る、まあ、今回は2個かな。でも将来的には3つ二次得取るようになるので、そこのプレイングミスというか、あ、取れないっていうことが普通に沖野だけでも今まで結構あったのに、結構多発しそうな気がしていて、本当に慎重に慎重に、サクセスをやっていかないといけないのかな、なんていうふうに思ってますね。はい、慎重に慎重にしっかりやっていきましょう。で、ミート依存で、ハンダ製造機、骨1か骨3かは結構大きいので、ミートなるべく上げます。ミートのコツは今のところ来たことがないんですが、ミートパワーは来ないのかな、ミートパワーコツは。で、ユイを入れてる理由としてはですね、1年生、5人中4人のその精神量イベントを進めるというものが、僕の中でめちゃめちゃ難しくて、まあ、そこをこう達成できるように入れているっていうのが大きいですね。キャッチャーコツもらいたいんだな。次落合コーチを追うまでは球界のズロン絶対来ないので大丈夫なんですけど、忘れそうだな、その辺が怖い。これだからもう見る必要ないんだ今。まあ、このみゆきが今キャッチャーコツをくれれば非常に助かるんですが、早急だけみゆきいらなかったな。もうここも見なくていいです。20貯めるしかないです。はい、で、早くユイと奥村のあれはしたいですね。体力回復イベントも結構あるし、これは攻めといてもいいかな。こういう時に落合コーチを追うっていうのもありなんですけど、落合コーチ意外と金得もらえているので、今まで練習終わった後に、これはさすがに一回休むか。いやー、でも回復イベントめちゃめちゃあるので、まあメンタルの回復量を上げたというのもありますし、そこはうまく活用していこう。で、ここでもう落合コーチを追うので、くっ、やめよう、追うの。これでもし来たらやだ。このタイミングで体力最大値はもう使ったか。精神結構辛いな。となると、ユイ。ユイに関しては、ダメだな。メンタル練習を初タックにしないと。で、奥村 OK、ナイス。これで奥村、肩いっときましょう。奥村は肩に行けばいいとのことなので、はい。ただ次またあれのことを考えると、春市じゃないんだけどな。まあでもここは早めに成立させたいので奥村追います。で、これであとユイのメンタル練習を一発目にすれば OK です。で、これでメンタルと敏捷がレベル2で、筋力と技術がレベル3という形になるかなと思います。大体健康に過ごしたいを選びます。回復の方が美味しいかなというところですね。ただ巣に来ることがあるので、見て来てない。しらすでその敏捷のあれにしていいですね。うん、これはしらすにしましょう。あー、たださっきからあれか、球界の頭脳を取りたいのに精神ポイント貯められないのはちゃんと理由がありますね。上げてるからだ。肩骨は来るからな。
技術をさばかないといけないので、今ここでこうやってさばきます。早く球界の頭脳を取っておきましょう。おっと、いやそっか、ユイダメだ、今のユイメンタルいかないと。そっか、いやー、いや、でもメンタルは結構耐えることも多いので、余ることも結構多いんですよ。なので、あ、そっか、今のユイいっちゃう。あー、これだから、これほんとむずいな、この辺本当にいろいろしっかりこう行っていってやっていかないといけない。やっちまったな。いやでもメンタルは足りる、大体足りるので大丈夫。でももったいないですよね、レベル1個分。でも遅いんだな、もうユイが。1月はもう全て完成させていたい。はい、これが1日目深夜クオリティです。やっていきましょう。うん、もうちょっとここは落合コーチは終える時に追っていきたいので、となるとメンタルポイントはいつももらえるようにしたいので、それは誰かな、ちょっと調べましょう。もう取っておきます。メンタルをいつもくれるようになるのは、あ、そう、ここ行って、あ、でもこれ美味しいな、こっちだな。はい、ユイまだメンタルに来てないですもんね。そこなんだよな。4700、いい経験点です。ここで麻生と練習したいですね。麻生色どっかにいるけど、ここが来るかどうかは確定ではないけど、もうこれは行かないといけないですね。行きましょう。麻生だけはこのタイミングで発動させておきたい。よし、ナイスナイス。で、これで精神続いていきます。で、精神ポイントをどこでもこう得られる状況になりましたと。で、ここからもちろん投手との練習のこととかも考えていかないといけないですね。で、これはね、技術が結構余りそうなので、打球伸び直撮りしてもいいと思うんですけど、まあちょっとまだ待ちましょう。帯同させていきたいのでね、それを考えたときに回復もしていきたいですからね。ここは一回回復取りましょうか。ユイがまだメンタルに来てないんで、まあ、あっちでよかったかな、もう立ち回り的にも。本当にユイがメンタルに来ないですね。まあ経験点もしっかり出てるし、なんとか良さそう、固めつらいっす。で、ここで先に降格砲を押さえておくことによって、いつでももう落合コーチも行けるようになるというところです。打球伸び取るか、絶対技術余るのでこれ、はい、総肋骨とかの問題があってなかなか抑えづらいな。回復していくことは非常に大切なんですけど、でも帯同させていかないと何よりダメなので、あとピッチャーとの
バッテリー練習のことも考えて、ピッチャーもナイスか、ナイス沢村やで。ここだとレベ3レベ3か。レベ3確定の方がいいかな、これは筋力技術しっかりもらうと。はい、で粘り打ち、ここでメンタルな。で次誰かと言いますと、前園か。あと前園だけは絶対行きたいので、前園いるかな、あいる。ここちょっと怖いですけど攻めましょう。よし、で続いて前園、これで完璧かな。はい、これで前園行って、あとはなので金特系に全てをかける。はい、うわー美味しいけど、まあ怪我率とかいろいろ考えた時にメンタル練習行きましょう。でここでようやく優位が来たのか、なのでここまで待たないといけなかったんですが、だったらあそこで美味しい練習ということで行っておいても良かったかもしれないですね。ちょっとすぐにこれ経験点溢れちゃうので、そのあたり意識していきましょう。でやっぱ落合コーチの金徳が来てないということから、落合コーチは追わないといけないですね。いつ来るかわからないので、本当に追えるタイミングにどんどん追うと。風にやっていきましょう。うん、ただやっぱ体力を減らしたくないですね。で今のが練習何回目かと言いますと12回目。やっぱ15はこうやってやっていくことでかなり楽になるかなと思います。印象がギリギリ溢れそうということで、ゆいもう行っとこっか。ちょ、総力骨多分来ないので、ここで経験点をむしろ取りに行きます。でここから1年生と落合コーチの金徳を回収しに行くという感じですかね。はい、さあということで、これはユイのやつかな。ちょっとまだ攻略サイトも完璧には、出来上がってはいないという状況です今。まあ、これ筋力ポイントでもう全部勝ち取ってたんで行きましょう。うん、精神ポイントもまあまあ来てはいる。やっぱデッキにセットするとその必要な精神魂のポイントが少なくなるということで、そこはねめちゃめちゃいいなと思ってるんですよね。それをむしろやらないと多分聖堂魂のポイントが足らない気がするんですよね。日傘とかもだから使わないです。技術もいいんだな。むしろ何の経験点が必要かっていうのを考えて、落合コーチ追えるので落合コーチ追います。落合コーチ20必要なのでここで2くれ。よし、これで勇気をじゃあイベント走らせましょうか。はい、そうします。勇気いきます。
ただいま深夜4時3分頭が回りません。もう初日からずっともう6時間とかじゃないな、もう何時間これサクセスやってるんだ。ずーっとサクセスをやって、ああでもないこうでもないと言いながら頑張っております。牛若丸がね便所つらいんですよね。なかなかお窮骨が来てるのは助かりますね。パワーに応じて便所アップ、ナイス。ちょっと待ってくださいね、便所溢れないかな、大丈夫。さあそんな感じ。勇気これ上攻めれば筋力結構入ってくるんですけど、成功失敗判定あるし、もうパワーヒルか。でパワーヒ取ります。常に帯同できるようにそれだけを考えている。よしここにしよう。15回はもうほんと余裕ですね。そこがむしろ一番余裕かもしれません。で落合コーチ追わないとまずいですね。はい、でも結構筋力ポイントは入ってるなという印象で今やっております。落合コーチ筋力くれ。うん、来ないな。ここはもう完全に運なので一発目とかで本当に来ることもありますし、なんとも言えないですね。はい、やっぱ体力は減らしたくないですね。これはまあ落合コーチを追っておいて、それで落合コーチも精神量に呼びつつ、もう一個金徳の方も取れればいいですね。ということでですね、結構余ってますね。これ筋力ポイントが余っているので、さあどうする。肩骨もまだ来るかもしれないし、ただあんまりあれも来るかもこれも来るかもって言ってるとサクセスが進まないので、あげちゃいましょう。これはオッケーで、落合コーチの金徳を取りたい。うん、まあ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 、オッケーオッケー。これ失敗の方ではあるんですけど取れたのでいいでしょう。でここでさらに落合コーチ降格法。で1年生としてはもう一人浅田か瀬戸と一緒に練習すると金徳 OK。 金徳これで全部取れますね。エピローグ金徳、シナリオ金徳。はい、印象がやや足りてない気がするのでそこ美味しい気がします。落合コーチの金徳は来た。単純に経験点がいいところに行ってもいい、そこですかね。はい、まあ、新球界の頭脳は意外と軽いと。思います。よし金徳は取れそう。全部バズーカ、回復でいいんだけど、いや 24% は攻めないか。はい、
タコツ来てくれれば嬉しいですね。ということで、これでギリギリか、ポイントとしても。なのでポイントは結構辛いですね。聖堂魂のポイントがこれでギリギリぐらいなので、はい、ここ行きましょう。で次のタイミングでここでまあ浅田確定にするか。浅田確定にして浅田からしっかりと金徳ももらいつついきましょうか。はい、そうか、新アンダー製造機取らないんだな。これ自分で言っておいて忘れていたんですけど、新アンダー製造機はそうだと、これは取らないというデッキですね。なのでこれでバズーカ取って4番丸も取ろう。で上限アップと OK。さあというわけで睡魔にちょっと負けてしまいまして、次の日に動画続きを撮影しております。いきましょう。あんまり覚えてない、何を話していたかは覚えてないんですが、サクセスの流れは録画したものを見て確認してきたので、いきましょう。よいしょ。ということでこれで金徳は取れる。で今バランスを見ると筋力が結構来ているなという感じで、稼ぎすぎてますね筋力を。ただ技術のレベルも上げていたので、まあそこはどうしたもんかいのというところではあります。はい、なのでやっぱりそうですね、精神ポイントこうにできなかった、筋力をいってしまったというところで、あそこが精神来ていれば怪我しにくさとか精神ポイント系のものもっと取れたと思うので、まあこのデッキひたすら腕を磨いていこうかなというところでは引き続きありますね。でもまあ最初にお話しした通り、野球マンが小湊になってこのデッキは完成なので、はい、まだまだこれからかなというところではあります。ということで、これは浅田を行かなければならないと。浅田で金徳が取れるというところでしたね。まあでも精神ポイントも欲しいし、回復もしないといけないので、そこに行くんですが、まずはでは補給を上げましょう。補給に応じて経験点アップということで、はい。ちょっと技術が足りるかどうかというね、ところかな、これは。あ、でもここで技術が入るの助かりますね。ナイス、浅田。でこれで金徳が、完備されますよということでしょうか。これ普通にどうなんだろう、どれくらいいけるんだろう、ちょっと楽しみなところはありますね。金徳全部来てるよね。昨日の記憶が一部飛んでいる。やっぱ朝4時までやっちゃダメですね。はい、非常に面白かったので、もうやれるだけやろうというような感じにもなっていましたが、あまり無理はやはり良くないと、無理は禁物というところでありますね。これ回復にしよう。で重戦車 OK、 重戦車は取りやすい。だからそこも筋力、この技術、あーでもまあ精神ポイントも欲しいしな。まあこれ以上、今結局精神ポイントがないとダメか。はい、やっぱこれ精神のレベル2にしないとダメですね。精神が足らなくなる。ということで、これでただまあ肩も上げて、はい、重戦車も取って、もちろんよし、精神ポイント80入るのでここにしましょうか。もう精神量は基本的には使えないですよね。まあただ、まあ最初の1日でこれくらいの立ち回りをこう発掘できたというところは良かったと思います。ちょっと2本目の動画を本当は今日はね、先に公開しようなんて思っていたんですが、そちらの方は出さないことにしました。あんまりクオリティが高くなかったので、まあ1日目にこれくらいの
ことはできるようになったというところで、こっちを優先に出そうかなというふうに思います。行きましょう。ちなみに2本目の動画ではコメントを前回いただいていたんですが、今ガチでサクセスをやるならこの沖野ですね、はい、ユイのところを沖野にすると前後が3枚ずつになって新安打製造機も取れるので、それでやっていたんですが、そうすると1年生の金徳が結構厳しくてですね、まあ、今回も実際最後もうギリギリで達成になってるじゃないですか。7月のこれユイのけるとね結構しんどいんですよね、そこがというのもあって、ユイはちょっと入れたいなということで、まあ小湊はそんな数ヶ月後の話ではないので、もう、すぐにバトスター始まってすぐに報酬という形になると思うので、ちょっとまあこの期間は練習で、本番はだから小湊を取ってからですよというふうに僕はとりあえず初日考えました。はい、第2球投げました。インコース引っ張ったスタンドに入りました。ファール。いや一つテンプレだと思います本当に。危ない様、これの野球マンが小湊は、はい、投げました。で寺道のところに関しては正直全然あれでもいいです、立て足でも全然いいです、はい、がまあテーブル的に寺道は強いテーブルなので、そういった意味では寺道もいいかなというところで、どっちもいいですね本当に。さあこれはやっぱりでもそうだな、回復しつつですかね。はい、よしこれで OK で、最後そこはエピローグで経験点に変わりますと。はい、まあこれ左とかおそらく通るでしょうね。いやでも意外といい経験点バランスなのかこれは、実は、はい、ここすごいっすね。ここ行くか。もうちょっとなんか精神ポイントというところで言うと、本当にあの筋力は悔やまれる。昨日眠気にやられてしまいましたね。はい、まあ最後何取るかっていうところはもう最後に決めていかないといけないんですが、まあ、守備力は少なくとも上げると思うので守備力を上げていきます。で対左も取るな間違いなく、送球もまあ取ると思うんですけど、みゆきがまだ来るかもしれないのでそこは置いときましょう。ローボール、レーザービームを取る、でアウトコースも取るし、速攻もおそらく、ああでもここはピンショーポイントとの問題になるのでまだ置いときましょうか。はい、ちょっと待てよ、敏将がそこまでやると足りない気がするので、やっぱり守備だけまずは上げておきます。敏将は意外と足りないもんなんですね。余裕なのかなとちょっと思っていたんですが意外と足りなさそう。はい、行きましょう。まあ総力骨も来てないっていうのはあると思うんですけど、ツーアウトランナー一塁という場面で小暮第9投げた。そうか、敏将はレベル2か。うわーとなるとこれ本当精神レベル2で完璧になる。でもユイが結局精神に初めて来たのが5月とか4月だったので、それがもうちょい早めに来たらこれ完璧な経験点バランスになりそうな気がするので、ちょっとまたこのデッキで、再トライしてみたいなと思います。はい、セドをリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という打ちました。スルーズいった、うん、これは星に関しては間違いなくフリートよりいい選手が作れるなというのも確信です。よっしゃ、入った入った。で経験点バランス、筋力きてるな、技術うんぬんだなっていうのは途中で多分うまくコントロールできそうな気がするので、そこは自分次第な気がしますね最後。はい、まあ、ちょっとでも精神ポイント稼げるところにしましょうか。もうよいしょ、さすがに片言も来ないかな。いやもうパワーもこれは
上限アップしたいですね。よし、行きましょう。お待たせいたしました。聖堂先制のチャンスです。お信号だ。葵ちゃんの高校ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた変化球ストライク。いいフォークですね。それ第3球を投げた。わお。第4球を投げた。インコース引っ張った。ファール。さあ動きは5球目。ストレートはもう外角低め。このギブニアの絶不調は結構辛いものがあります。投げました。ナイスバッティング。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で小暮打ちました。初球打ち三遊間へのコロ。おー、ナイスラン。オッケー。二塁ランナーホームイン。聖堂あんまりこの高校強い印象がないんですよ。なんか6回の段聖堂攻撃に入ります。トップバッターは小暮、今日4打点を挙げて一人攻撃を打ちました。ツーレス行った。入った、入った。早川降板。8回の裏聖堂攻撃に入ります。先頭バッターは小暮。ここまで全打点を叩き出しています。いやー、これは面白いな。1日でこれだけなんかこあの立ち回り方法みたいなのを思いついたってことは、もっといろいろ自分自身思いついてくると思いますし、まだ攻略サイトとかも、とりわけ見てない状況なので、もっといろいろなあれがあるかもしれないですね。はい、最後は便勝も入る。ここにしましょう。コツを追わなくなるっていうのも一つ特徴かもしれません、この高校の。ほら、便勝がやばいな。やっぱりやっぱ便勝きつくなるか。251入る。あと、あ、これ結構やばいかも。うわ、マジか。印象結構きつかったな。印象稼いだらよかったな。200いくつ入るかな。ただエピローグでちょっとの割引もまだあるし。お待たせ。聖堂先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面。これはいい当たりだ。よいしょ。リードで迎える3回です。1日目でこれだけできたのは大きい。だいたいいつも僕2週間ぐらいそのなんていうんだろう、慣れるのがかかるので、1日でなんとなくシステムを全部把握できたのは初めてだけど、フリートの時とかでも何にも分かんなくて、本当に生放送でみんなにこう教えてもらってようやく、それなりの選手が作れるようになったっていう感じだったので、それに比べるとまあまあ今回はよくスタートが切れたかなと思います。今後はスプリットに注意ですね。投げました。うわ、それ入るんだ。そのスライダー厳しいところ、バッター追い込まれました。投げました。うわ、このスプリットよ。これがねやばいっす。追い込まれた、怖いな。これは聖堂追加点のチャンスです。今後のスプリットやばいっすね。二塁三塁という場面で小暮打ちました。これはいい当たり。さあ危ない。向こうがヒット10本打ってたので負けるところでした。足りるか。まあ足りるか、これで。はい、最後ここでもコツくるし、聖堂魂が、あ、でも26しか入んないですね、それは。さあ、ということで1万5000点は入りましたよというような形です。ギリギリか。うわ、あと1、あと1足んない。あと1足んない。悲しすぎ。あと1点。くー、悔しい。いや、マジか。あと1。うわー、金徳1個逃す。あと1。まあ仕方ないっすね。はい、まあまあ初日ということで、これからさらに頑張っていこうという切り替えを自分の中でしておきます。いや、惜しかったな。でもいや、あと1手っていうねところではありましたけれども、まあまあ良いでしょう。
で、やっぱあと経験点バランスですね。はい、もうちょっとやっぱ精神ポイントあれば得能が増えるので、そうですね、本当に優位のところはミスでした。ということで、金属1個増えの、まだ取れるところもあるか。はい、アンダ製造機だったりもして、ここ来てる、ここ取れてない、ここ取れてる、取れてる取れてる取れてる、で広角砲にしてる、新旧界の頭脳、伝説のさよなら男、12、バズーカ、伝説のさよなら男、重戦車、ちょっとそこの金徳だけ全部取れてるか改めてちょっと確認したいんですが、はい、バズーカ取れてる、伝説のさよなら男、重戦車、球界の頭脳、広角砲ということで、聖堂高校の5つの金徳は取ることができましたね。あと総力バースト分、はい、でもやっぱ敏将はこうやって見ると、まあレベル2なので辛くなるので、総力バーストをちょっとやめたいですよね。なのでやっぱり、野球マンがコミュ組だと春一になる方がいろいろと助かると思います。はい、春一がここに入ってくるとさらに伸びるんじゃないかな。技術も稼ぎやすくなりそうだし、打撃でで、敏将が必要なくなってくるという部分も踏まえて、はい、ここが新、うん、そうですね、二次得に単純に今回だと変わると、うん、いうことで、よし、ちょっとこういう感じで頑張っていきたいなというところです。はい、よっしゃ。ということで1日目の聖堂高校終了。またですね、これから、まあ、ボーナス選手も作りながらちょっと聖堂高校について練習していきたいなと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。